皆さんこんにちは。123歩。この番組では僕せんちゃんと愛犬みつおが堺市内をお散歩しながら地域のいいところを発見していきます。今日は与川に来ました。皆さん見えますか？丸岡城です。ちょっとあそこまでは今日は行けませんが、そしてこっちは丸岡高校があります。さてどんなお散歩になるでしょうか。早速行ってみたいと思います。凍える、寒いあれだね、今農道やっぱ風が吹くね。ここはここも初めて来たし、なんか地域の話とか聞けたらいいな。あら、ちょっとお母さんこんにちは。すいません、ちょっと今この辺お散歩してるんですけれど、はい、ちょっとこの辺なんかいいとこあるかなと思って今。別に静かでのんびりしてるとこだけです、ね、今日はちょっと天気もねあれですけど、うん、寒いでね、うん、今日はね静かですね。なんかねどうみんな寒いと出ならんわ。あ、うん、この辺やっぱ畑されてる方とかが多いんですかね。少しはあるけどあんまりちょっとはしてるんやけど、うん、いつ頃からこの辺お母さん住まれてるんですか？何十年かな、もう、うん、47、8年ぐらいいるやろね。え、そうなんですか。はい、なんか お綺麗で若く見えるの。いやもうはいやあ本当ですか、うん、もうそんな長いこと。そうです、嫁いでちょっと、はい、初めはちょっと向こうの方に5、6年はいたやけど町の方にね。あ、そうなんですか。こっちの方へこう引っ越してきたで。あ、そうなんですか。どうですか住み心地この辺は、うん、ここらは楽です。あ、そうなんですか、ね、なんか山あいのちょうどね。そうです、近所の空もいいし、うんうんうん、人となんか付き合いもね楽やし。あ、はい、お母さんお庭な。お庭って何もね、ただお父さんと二人がそこらちょっと植木を剪定したり。あれ、椿じゃないですか、あれ。どれ？椿。あ、これね。ね、うん、今の季節ですか、ちょうど椿。そうです、うん。奥も白い、綺麗な。あれも椿ですか、奥も。あれ、サザンカっていうかね。あ、サザンカっていうかね。あ、うん、天気がね、今日はね、そうです、あんまりいいあれなんで。ありがとうございます。はい、すみません、じゃあちょっと散歩に行ってきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、いや早速いいお母さんに出会えたね。話も聞けて、この辺長いこと住まれていい人いっぱいって言ってたし、住みやすいって言ってたな。この後もいい人に出会えるかな。何やろ、あ、畑だ。野菜いっぱい。あれ、なんすか、あの小屋え、巻小屋、煙突ついてるし。ちょっと話聞けないですかね、誰か。なんだろう。いや実は僕こういうの好きなんすよ。なんかかっこいいじゃないですか、男の趣味みたいな感じで。なんかあら、ちょっとこんにちは。こんにちは。あ、すいません、ちょっとお話、ちょっと今散歩してたんですけど、はい、なんか小屋が今見つけて、巻小屋ですか、これ。巻小屋です。なんか知ってます？うちの主人が作った小屋なんですけど。え、あ、旦那さんの趣味っていうなんか小屋ですか。そうですね、あの朝みんなここでコーヒータイムをする。何ですか、お旦那さんの秘密基地ですか、これ。秘密基地です。秘密基地というか、かいいなんか夜冬になると憩いの場みたいな。え、そうなんですか。はい、
ちょっとこっそり入っていいですか。大丈夫ですよ。すごい汚いですよ。いいな、秘密基地っすよ。ちょっと今すごいんですけど、はい、この中におしゃおしゃ、何これ、めっちゃかっこいい。汚い場所です。何これ。家の前にあった車庫をここに移動して、そしてこうどんどん自分で付け足していった。何でも自分でするんです。時間かけて自分の山から木を切り出してきて、ご自分の山から木を切り出してきて丸太を組んで、壁にして、ここで毎朝秘密会議してるんですか。かっこいい。でいろんなところになんかあの車庫を作ったりとか小屋を作ったりとか、それがうちの主人のなんか楽しみ。表にある車庫も全部自分で持ってきて自分で運んで組み立ててって。車庫、車庫もあるんですけど。組み立てたんですか。あれ全部自分で組み立てたんです。え、ちょっと見てみたい。いいですか。どうぞどうぞ。おお、作ったんです、自分で。わかります。え、これ作ったんですか。はい、この車庫、車庫ですよね。車庫、まあ、カーポート、カーポートですね。カーポートですよね。そうです。このじゃあこの丸太とかも、お旦那さんが、取ってきて、革を全部自分で剥いで、で色を塗って、で組み立てたんです。あの土木の仕事をしてたから、山をに道を作るとかそういうことは。自分でなんか昔仕事でやってたからできるんですけど、ちっちゃいユンボをあの譲り受けてそれを運んでいって。理想的。いや、理想的なとこないですけど。羨ましい。僕もそういうなりたいな。いやいや、お母さんも大変ですね。でもね、旦那さんがこうだと。そうやね。でもまあまあ間に合うものをあの作ってくれるので助かるかなと思います。でここにあった車庫を、あっちに移して、ああいう小屋を作った。もともとここにあったものを、もともとここに車庫があったんですけど、それがさっきのところに行って、お父さんがこう、いろいろ付け足して、秘密基地になったんですか。そうです、そうです。仕事辞めてから始めたから。仕事辞められて、一段落してやりたいことやろうみたいな。そう、あ、なるほど。すいません、どうも、あの、とんでもないです。寒いところありがとうございました。お体に気をつけて。もし旦那さん帰ってきたら、ぜひ僕もあの山手伝いますって、いやいやいや、もう山の小屋はやめてください。一緒にやりましょう。いやいや、いやー、なんかお父さんの趣味かっこよかったな。まあ、山から木切ってきて、なんか自分の趣味を作ってるんでしょ。すごい鳥いっぱい。逃げられちゃった。なんですかね、この地区面白いですね。あれ何ですか、あの大きい鍋。使われてる感じはしないですけど、なんかこうちょいちょい入り口でこうそそってくるもんがありますね、この地区は。こう終わります、この散歩。楽しすぎて今日。何これ。見て、三つを花壇。家の形の花壇です。まあ季節的にね、今お花はないけど、っていうかユーモアありすぎでしょ、これ。これなんすか、これ。ちょっとこれは収めときたいよね。面白い、この花壇。なんか家の前のおっきい鍋やったり、家の形をした花壇やったり。なんすかね、ここあの誘ってくれますね、この集落は。カエルが3匹。なんですか、すごい話聞きたくなるところばっかりだね、今日は。
この集落は面白いユーモアが溢れてますね。今日はいいわこの地区は。あら、すいません、こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません、ちょっとこの辺散歩してるんですけど、はい、ちょっとお話いいですか。今、はい、何されてたんですか。米のもみ殻をちょっと出してるんですけど。おお、もみ殻ってことはなんか農家さん。そうです。これもみ殻なんかされるんですか。あ、ここでちょっと燃やして、はいはいはい、燻炭に使って。あ、そうなんですか。来年用 の、 苗育てる土と一緒に混ぜて肥料として。あ、はい、そうなんですか。この辺でこう農家されてる。そうですね、はい、そうなんですか。今こっち中散歩してきて。そうです。なんか面白い地区ですね。なんか何もないですけどなんか家の形した花壇とか、なんか、あ、そこありますね。大きいカエルいたりとかしてたんで、はいはい、ユーモア溢れるなここと思って来たんですけど、はい、この辺だとなんか今散歩しててなんか面白いところとかって、特に何もないですけど、まあ、春やとはこう、はい、窓かここ桜が咲きますし、ここ、はいはいはい、ちょうど正面は丸岡城。ああ、丸岡城と、はいはいはい、見えますんで、あ、まあ、景色は、はい、ね、いいですね。いいですよね。こっちもね、山手のちょっともう紅葉終わりですけど、ね、うん、山とこっちも丸岡城と、こっちの方今歩いていこうと思うんですけど、なんかありますかね。特にあ、これね、ちょっと小高い山があるので、うん、はいはい、今やと夜ちょっとイルミネーションをしてるので。イルミネーション、はい、何ですかそれちょっとライトアップでちょっとイルミネーションしてるんですか、はい、その山でやってるんですか。冬の間、はい、木に電気ぶら下げてずっと、はい、どの辺ですか。どの辺。すいません、お仕事中ごめんなさい、ね、作業中に。 あそこの木のちょっと倉庫あるところですね。あそこでイルミネーション、はい、やってます。おするんですか、はい、今夜もあるってことですか。毎日夜電気ついてます。あ、そうなんですか、はい、ちょっと見に行こうかなまだちょっと早いですね。まだ早いですね。まだちょっと早いですね。5時ぐらいですかね。5時。そうなんですか。あ、なんかじゃあ誰かそういう手入れしてる人とかがいる。あ、はい、いらっしゃる。世話してる人は近くにいるので。あ、そうなんですか、はい、ちょっとなんかお話聞けるのかな。なんか聞けないですかね。紹介してもらえませんか。そういう人は知ってますので。あ、本当ですか。一回連絡取ってみます。お願いします。ちょっとお話聞いてみたいです、はい、ちょっとお待ちください。ありがとうございます。聞けますかね。聞けるのかな。楽しみだな。イルミネーション山一帯って言ってましたけど気になりますね。連絡取れたので。あ、本当ですか。はい、嬉しい。夕方でしたらなんか、はい。あ、本当ですか。現地の方でお会いできるってことなので。ありがとうございます、はい。まだちょっと時間ありますね。夕方。そうですね、夕方5時過ぎに。わかりました。その頃にもライトもつく。はい、もうついてると思います。わかりました。じゃあちょっと後で行ってみます。はい。ありがとうございます。はい、どうも。なんかいい話聞けたなあ。あ、ここあれじゃない？さっき言ってた丸岡高校のとこやね。あ、全部あれ桜の木かな。桜綺麗って言ってたし、春になったらまた帰ってきたいね。あれだろうね、さっき言ってたイルミネーションの山、なんか丘みたいな感じの。まだちょっと時間もあるし、さっきお話聞ける人紹介してもらったからちょっと待ちますか。イルミネーションが点灯する時間にやってきました、今日のお話を聞くために、南出さんからご紹介いただいた前田さんに来ていただいてます。はい、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。イルミネーションを始めたきっかけは何だったんでしょうか。はい、まあ始まりは、
クリスマスやなんやらのご家庭での、のヒントを得て八重岡山につけてみるのも面白いんじゃないかと、いうことでちょっと始めたんですけども、まあ1年1年、増やしていきまして、次が東側で、その次の年が、北側で、まあ、全山にだんだん増やしていくような形になって、今は現在になってます。あ、そうなんですか。もう確かにこう山一帯がイルミネーションでされてる感じがしますね。はい、大きくありがとうって書かれてるんで、あ、すごい感謝される方なのかなと思って、まあ、文字は毎年あの部の人と話して決めるんですけども。なるほど。一年一年それはみんなと話して決めます。あ、上の方からライトアップあの飾りしてあるんで、はい、結構大変だったんですか、つけるのも。そうですね、上の方をつけるのが当初は一番大変だったんですね。初めは誰かにやっぱり登ってもらったんです。あ、そうだったんですか。滑車つけるまで誰かに登ってもらわんと上の方についてるもんで、やっぱそれはあの上手な方がいらっしゃいますね。我々誰でもってわけでいかんもんで、その人につけてもらって、もうすぐあのロープを引っ張れば上上がるようにはしました。あ、なるほど。何人ぐらいでこう設置されてるんですか。ここ大体普通、まあ、会員は結構いますけど15、6名ぐらいで、であの半日に、2日間かな。なるほど。あの1日ちょっと結構みんなそれぞれ仕事ありますし、半日に分けて土曜日半日、日曜日半日。なるほど、そういう感じで、はい、あの毎年やってます。さっき会って言われてたんですよ。うちらは環境部会がこれをやらせてもらってますで、はい、お父さんもその中心メンバーで皆さんまとめられて、まあ、あのみんなのがいるでできるんで。なるほど、はい、じゃみんなでこう作ってるっていうところですね。そうですね。こんなもんは一人ではできない。本当ですよね。でもおかげでみんなこう明るいあったかい気持ちになれる場所ですよね。今頃はちょっとあの遅れると今年は千の川とかはそういうふうに言われてますんで、なるほど、一応あの名物になりつつはあります。ちょっとでも皆さん和んでくれると、うん、そうなんですね、うん、やっぱないとちょっと帰るときに寂しいんです。本当ですよね、うん、一回見てしまうといいなと思うんですけど、うん、パッと目を引くんで。そうですね、それを目的にしてますんで、今年の見どころっていうのは何でしょうか。はい、まあ、あの今見えてるようにあの約1キロぐらいあるその霞の里から、はい、この味岡山へ、ね、まあコラボレーションでつなぐっていう意味で、あの800メートル、まあ、1キロですけども、はい、1キロのその光の、道ですか。道ですね。一緒につなごうっていう意味で今年の名物はこの、この霞の里から、そうです。味岡山へ、味岡山までの、この1キロの道、結構歩いてこう見られる方もいらっしゃるんでしょ。もちろん車でも当然道ありますんで、はい、途中まで車で行けますし歩いても行けられますけど、まあ、歩くと結構遠いでね。ああ、そうです。まあ1キロありますもんね。ありがとうございます。はい、今日は丸岡町与川周辺を散歩しました。寒い中で人に会えるか不安でしたが、たくさんの人に会えて、いろんなお話が聞けたので良かったです。朝の丸太小屋での集会も個人的には非常に魅力的です。集落の中にもユニークなものがたくさんあって、非常に楽しいお散歩でした。そしてこのイルミネーション、地域の方の協力で続いています。今年は霞の里とのコラボレーションもあるので、ぜひ皆さん一度遊びに来てみてはいかがでしょうか。